いよいよウクライナの侵攻がなんか間近になってきたなと現実味を帯びてきましたね。まあいろんな事情があるんでしょうけども、ロシアとか中国ってなんであんな戦争したがるのかなと思っちゃいますよね。まあもちろんこれはこちら側からの言い分であって、もしかしたらロシア中国の人たちっていうのはなんでアメリカや日本ってのは戦争したがってるのかなっていうふうに見えてるのかもしれません。まあ日本はどちらかというとどこかの対立軸というよりも、確かに同盟はアメリカと組んでるんですけども、まあ自主独立してるような感じはありますよね。まあ曖昧な立ち位置ではあるかなっていうところですよね。どの国とも仲良くやっていきたいというふうに思っていて、どの国からも一定の距離を置いているっていう、まあそんな感じですかね。まあどうなっちゃうんでしょうね。この10日以内に空爆が始まってしまって、とりあえず市場は反応してもしっちゃかめっちゃかになってますね。はい。で、吉田さんのね、最高より最低っていう話ありましたけども、まあ確かになというところもありますし、まあ、私はあまりそういう細かいことを考えたことがなくってなんかそれこそその日のノリなんでね、いつもどんぶり感じですね。緻密にやっていけないことはないんですけども、まあ、私はその緻密にやらないとなんか抜け出せない瞬間っていうのが別に今までなかったんで、大したね山も谷もなかったんですよね。それこそなんかこのまんまのノリでやってて、ここまで来て、これからもやっていけんだろうみたいな、そんなとこですね。まあ、強引といえば強引だし、力技といえば力技なんですけども、これといって頭を痛めたことがないな、っていうのが印象ですかね。はい。まあ、それでね、吉田さんもいろいろと言っていたように、月収100万っていう掛け声はね、皆さん立派だと思うんですよ。夢や目標を大きく掲げるの、それも悪くはないんですけども、どんなに大きな夢も目先の1000円2000円を侮ってはいけないのかなと思いますよね。でも実際にコンテンツを提供してみると、なんとね、やっぱ100円200円を侮ってるんですよ。またいで通るんですよね。私は1円でも取りに行ってるんですよ、本当に。1円でもね。それなんでかっていうと、1円も取りに行くぞっていう姿勢を見せたいからなんですよ。で、あと1円を稼ぐっていうのを未だにね、こうバカにしていないっていうかね、1円を稼ぐ労力も100万を稼ぐ労力もほぼ一緒なんですよ。ですんで100万を稼ぎに行くときもありますけども、1円を稼ぎに行くときもあって、100万を稼ぎに行ってるから1円を無視するみたいなことはないですね。どっちも同格で同列なんですよ、私にはね。つまりはどんな金額であろうとも、そこにビジネスが存在する限り、達成した金額に対してなんか助けられてる人がいるっていうところはあるのかなと思うんですよ。あとはね、稼ぎたい時には稼ぐに行くし、金じゃねえよっていう時にはね、もう低価格で行くしみたいなところですかね。まあうまいこと乗り分けていかないとなと、軽自動車に乗る時と、あとスーパーマシンに乗る時とね、いつも同じギアではないよってことですよね。いってらっしゃい。